するのはペースか。リサイクルペーパービーンで遊びたいと思います。これはいらない広告や新聞を使ってリサイクルのビーズを作りたいと思います。レディーセットオープン。あ、始めたいと思います。これだけじゃん。え、これだけなの？これだけだ。え、ママ、あのさ、本体は開いた空のペットボトルが1本必要になります。はい、これ使ってください。中に入ってたのはこんな感じです。色付きの紙と透明な糸、なんかここ回すところとなんかわかんないんだけど、でこれははちゃめちゃの、でこれはここに糊をつけてペタペタって貼るとで、これが糊です。と最後にペットボトルも用意しました。じゃあ早速作ってみたいと思います。 Ready, set, making! はい、アリちゃんはこれ、これと、これアリちゃん地味だね。こういう風に切る線が入ってるので、長三角形に切ったり長方形に切ったりして、ちょっとあの形によってビーズ の, あの最後の仕上がりの形も違うんですけど、ここが太くて、で上にずっと上がってくると、どん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 細くなって、見てください、これを、これめっちゃ細いですよ。こんな風にできました。それは偶然なんかじゃない、広告こんな風に長く切ってまいりました。紙がこんな風に切れました。で、じゃあ本体を組み立ててください。でママ、あのさ、考えてたんだけどさ、こう、うん、ついた、ついた、すごい、うん、これからビーズを作っていきたいと思います。白い方が、白い方が、そう、そしたらもうちょっと端っこにずらして、端っこにはじゃあずらすの、うん、くる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 おー、できたできた、おー、できてるできてる。で、最後の巻き終わりちょっと残しといて、糊をつける。はい、ね、できてる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 、おお、できてるできてる。じゃあ、その実つけてあげるからね。うん、で最後ね、ちょっと残しといてね、もうちょっと巻いて、もうちょっと巻いて、はい、ストップ。で、そっち側に糊をつけて、糊をつけて、はい、じゃあまたくるくる、反対でよ、回すの、はい、あー、できたー。じゃあ、ここからピッて抜いて、この中に入れて、はい、あー、じゃあできた、ハリチーズ入りました。ブラちゃんの緑、はい、おいー、ハリちゃんの緑、イエーイ、ブルーになってる感じで、わー、くるくる、ぐるぐる回るの楽しい、ありがとうございます。
レットの髪が綺麗だったし、うん、ブレスレットも可愛かった。可愛くできたね。エミリーは今日どうだった？ペットボトルの中にパトンって落とすのがね、気持ちくて楽しかった。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time! バイバイ。ドゥ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 。バイバイ。